株式会社のりたけカンパニーリミテドは、愛知県名古屋市西区に、本社、工場を置く、世界最大級の高級陶磁器、砥石メーカーである、環境エンジニアリング事業も手掛けている。のりたけは、創業地である、愛知県愛知郡、高場村大技のりたけという地名にちなむものである。本社があった、名古屋市西区ノリタケには、ノリタケの企業文化施設、ノリタケの森が、 解説、一般公開され、近年の名古屋製材会が提唱する、産業文化観光の拠点の一つとなっている。神奈川県厚木市の厚木工場は、現在、のりたけスクエアになっている。1904年に森村一左衛門によって、日本陶器合名会社として創業された。前身の日本陶器は日本で初めて高級用食器を生産し、明治時代から戦前にかけて、 当器商社の森村組の手で欧米に大量に輸出された。初期の製品はハンドメイドで絵付けの美しさ、細工の繊細さで知られる。その後、アールデコを基調としたデザインの食器が大量に生産され、凝ったデザインで現在でも親しまれている。のりたけブランドは欧米で絶大な人気を博し、国内の業者が模造して輸出した偽物が出回るほどであった。 オールドのりたけと言われるこの時期の製品は、陶磁器愛好家のコレクターズアイテムとなっている。戦後日本に駐留したアメリカ軍の将兵が帰国する時のお土産として1953年まで販売されたのりたけ製品をプレミアのりたけと言い,い、一部に愛好されている。日本陶器は第二次世界大戦で多数の陶磁器と熟練職人、生産設備を失い、 戦前のような高品質の製品を生産できなくなったため、戦後は一時のりたけブランドを使わず、ローズチャイナというブランド名で輸出を行った。その後再び高品質な製品を世に送り出すことができるようになり、のりたけブランドが復活する。その後は日本の経済発展に伴って、電子部品、ファインセラミックスなどの分野にも進出した。東京。 名古屋良商権取引所の第一部に上場している。また、日本初の IBM 製品導入企業でもある。現在では、食器類の売上比率は15%程度とた、部門に主力を譲っており、工業機材及びセラミックマテリアル、環境エンジニアリングの3事業が、全体の75%以上を占める。工業機材事業は問い研磨不死及び CBN、 ダイヤモンドなど、検索材や半導体材料からなる。セラミックマテリアル事業には、電子ペーストや回路基板、用業材料などがある。環境エンジニアリング事業は、液晶ディスプレイ、電池材料等向けの小精炉など、産業機械を扱っている。二千九年十月一日には、子会社である、ノリタケエンジニアリング、日本陶器、ノリタケテーブルウェア、東京都医師の四社を、 九州合併し、2010年4月1日にはノリタケ、機材とノリタケセラミックスの2社を九州合併した。詳細は、森村グループを参照。これらの会社は森村商事が設立したり、ノリタケカンパニーリミテドから分社した会社であり、現在は、ノリタケカンパニーリミテドを中心に森村グループを構成している。また、協立マテリアルと大倉桃園は、 のりたけカンパニーリミテドの連結対象である。なお、森村グループのタイル、衛星陶器メーカーだったイナックスは2001年に、アルミサッシュなどを手掛ける建材メーカー大手のトステムとの経営統合により、グループから離脱している。工業機材部門、セラミックマテリアル事業エンジニアリング事業初期事業。ありがとうございます。